というわけで今回のレッスンも小沢先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今回は僕になりますけども、うん、あ、はい、出ました。恋の悩みですか。恋の悩みも相談したいんですけどね今回はバンカーショットで、はい、よくあるミスが本当直接ボールに当たっちゃってグリーンオーバーっていうのが あれが出ちゃうと、はい、その後も気持ちも崩れちゃうん で、ね、あれはなくしたいんですよ。へこむやつですよ ね、あれが出ないような練習法、はい、こういう人工芝の練習場でできるものですか。そうですね、やっぱ人工芝であってもボールに対してどれぐらいの入射角で入れていくかっていうそういう入り口だったりとか、はい、そういう感覚っていうのはやっぱり練習しておく必要はあるかなと思うので、うんうん、はい、じゃあ人工芝でも感覚はつかめる。そうですね、私はよくやってます。やってますか先生も、はい、じゃあちょっと早速やってみます、ね、はい、お願いします、ね、はい、ぜひです。じゃあサンドウェッジでね、はい、何ヤードぐらいのバンカーショットを、長い距離の方が思いっきり強く打たなきゃって言って、はい、ボールが直接当たってオーバーってなるんで、はい、50とか60ヤード、はい、なんか超プレッシャーですもんね。難しいな、一番難しい距離ですよ ね、うん、難しいですよね。サンドだと砂の抵抗とかも考えると、まあ、50以上はちょっと厳しくなってくるかなっていう感じはありますね。距離によって違うんですもんね。距離によって変わってきますね。ここです。60だとどうですか。 A で行きたいか S で行きたいか。 A にします。 A で行きますか。はい、わ、はいはい、かりました。じゃあ60ヤードぐらいのイメージでちょっとバンカーショットのイメージやってみましょうか。はい、はいはい、お、右足寄りに構えて、はい、こオープンスタンスで、はい、はい、オープンスタンスで打ってますね。はい、これで腕だけで、うん、これ腕だけで振るっていう、ちょっと肩かな、うん、よし、行きましょう。肩、肩、うん、肩、よし。あー、ほら、うん、でかい、ほら、これです、うんうん、あ、いや、距離は、あれ距離はでも距離はいいか、距離はいい方向がちょっと、ね、でもこれがでも今トップですよ、今ね。でも砂だったらってことですね。砂だったらどうだったんだろう、ね、なんか力入っちゃって、やっぱ結局思い切るって、ね、なんかこんな右に寄せてるんですか。右に寄せる理由は教えてもらって、はい、何も考えずにずっとやってました。だから意外と出るから、これで、はい、え、右で、え、でだから ここに置くんです。それで、うんうん、これで腕だけで振るみたいな感じ。なんか普通左前、はい、まあ、そうですね、距離出したくない時とかだったら左前でいいんですけど、うん、まあ、今回の60ヤードのケースだったら右でもありかなっていう感じはしますね。あ、そうか。そこにプラスしてちょっとフォロースルーをもう少しターゲットにまっすぐ振れるように、あ、そこの意識はあるといいですよね。フォロースルーをターゲットに、はい、そうそう、アプローチのこの感じが出てきて、はい、ちょっと最後ヒュンって左に巻き込む量が強かったので、そこが少しまっすぐ出せてくるとよりいいかなと思いますね、はいはい。一回やってみましょう。これ、はい、フォローするターゲットに向けて。そう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 。ああ、いい時ってなんかこうなってんですよね。そう、うん、番手の部分でターゲットを刺していくっていうような感じですね。はい、番手が書いてあるところで。ターゲット。そう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 。はい。うん。ですよ、悪くないですけどね、うん、惜しい。でも距離がね、まあ、34ヤードって言うんですもんね。もっと太いのかな、うん、そうですね、はい、でオープンスタンスの度合いを少し緩やかにしましょう、はい、緩やかこう、はい、もう左足がここぐらいでもいいですかね、はい、それでも十分、十分、はい、十分です。やりすぎちゃう、はい、そして、6対4で左を6体重、はい、かけましょう、そのまま64のまんま打っていきましょう、はい、あ、出した。そう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 、いいですよ、悪くないですよ、うん、うん、そうそうそう、よし、もう一回振りました、はい、さあ、64で左6のまんま、そうです。これ手だけでいいですか先生。そうですね、手だけでも大丈夫ですよ、はい、うん、あと以前習った棒にするっていうのも、はい、あれも一緒ですか。そうですね、バンカーの時も左腕はちょっと意識してあげるといいかもしれないですね。あ、なるほど、こうですね、はい、左腕は棒で、おう、おう、いいですね、うん、うん、あ、はい、悪くないですね、なんか今ね、うん、よかった感じしますね。もうちょこっと距離が出てくるといいですね。そうですね、うんうんうん、左足体重ですか、6、左が6で、はい、右4みたいな、右4ですね。でバックスイング上がる時も64はキープの状態 で、ヘッドをインパクトの後もちょっと低く出していきましょう。はい、うん、OK、いい感じ、距離出てますね、はい、距離すごい出ていく、
はい、ヘッドね低く出せるとね今みたいな感じでいいんですけど、低く出していくとこれもまたヘッドにあのボールちゃんと乗っていく打ち方になっていて、なるほど、すぐにパンって上がっていくとアッパーに上がっていくので、ちょっと逆にウェッジの場合は距離が出ないんですね。これをもっと押し込んでいくっていう形にしてあげるとキャリーが出ていきますね。小沢先生、でも、はい、人工芝の上で練習する意味っていうのはあるんですか？はい、そうですね、例えばちっちゃいバンカーショットとかだったらより人工芝で打っていくときにも、はい、うまくバンカーショットとして打ててるか打ててないのかっていうのが把握しやすいので、ちょっとちっちゃいバンカーショットもやってみましょうか。はい、20ヤードとか25ヤードぐらいのバンカーショットやってみてください。はい、これぐらいだな。はい、うん、よし、うんうんうん、いいですね、距離はいい感じですけどね。うん、高いバンカーショットは打たないですか？なかなか打ててないですね。ああ、そうなんですね。はい、今日は練習なので、ちょっとフェースを開いて打ってみましょうか。はい、フェースを開くと、そう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 、それぐらい開いていってあげます。はい、そしてボールポジションはセンターにしていきたいので、はい、もっともっと、はい、そうですそうです、それぐらいですね。はい、開いた分だけ少しだけオープンスタンスにしていきます。あ、こう？はい、そうです。あ、開けば開くほどオープンスタンス。今その構えだと。はい、体の中心から見るとこんな感じになってくるので、まだ右足寄りなんですね、ボールが。うんうんうん、なので体の中心がここに来るといいので、もっと左足をこのあたりぐらいですね。ここですか？そうですそうですそうです。はい、で右を開いて、はい、そうですそうです、こんな感じでいいです。え、これで打つんですか？はい、これでフェース開いて開きます。はい、かなり開いてる。左7右3のイメージです。はい、これで広い、これで打つんですか？そうですそうです。で20ヤード、はい、うん、いい感じ、うん、いい感じ。ちょっと打感とか音とか変わったの分かりますか？あ、ちょっと爽やかな感じ。あ、そう、あ、サクッと青春って感じでしたね、今。サクッといきましたよね。はい、カリッと青春じゃなくてサクッっていう感じで、アーモンドチョコのカリッと青春は聞いたことある。いや、カリッとだとやっぱり変な打感がね、はい、そうそうそう、これも低く出したほうがいいですか、先生？これね、これは、20ヤードでそんなにキャリーいらないので、はい、もういつも通りの普通な感じでいいですよ。はい、はい、はい、うん、あ、いい、あ、なんかいいですね。はい、高さがすごく出てますよね。あ、本当ですか？はい、これだったら、そう、顎が高いバンカーショットとかでもうまくいきますよね。こうなんか抜ける感じ、確かいいですね。はい、スッとこう、あ、そうそうそう、あ、抜けてますね。これがこっちじゃないですよね、さん。え、こっちです、ジョネさん。こっちこっち。サクッと抜けてます。サクッと抜けちゃう。でもなんか音が違う。そう、音が違いますよね。うん、なんかものすごい開いて打ってみたい。そうなんですよね、うん、これね。うん、はいはい、あー、出した。うんうん、悪くないですよ。でも今のバンカーショットとかサクッと、ね、爽やかに本当にいってるじゃないですか。はいはい、あれがベース の, ロブショットとかにつながってくるフェアウェイからのアプローチだったら最高なんですね。バンカーショットはプラスしてもう少しインパクトの時の厚みが欲しいんですね。厚みというかもう強さっていうところですね。うん、バンカーなのでどうしても砂の抵抗力ってあるので、はい、サクッと気持ちいい感じで振っていくと砂に負けてしまってヘッドが出ていかないってこともあるので、うん、もう少しだけインパクトをしてからグググッと、うん、この辺りぐらいまではちょっと砂を取っていくような厚みを持たせてあげるような、はい、こんな感じで手のひら1個分ぐらいの幅を取る感じ。はい、なんでもう少しインパクトの時にドスンっていうような、ドスンという感じ、はい、ちょっと音が強くなってくるとバンカーには適してきますね。うん、そうで構えたら7-3で構えてフェースもっと開いていいですよ。もっと、そうですそうです。でドスン、はい、ドスンです。そう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 、うん、今の感じとってもいいです。あれだったらバンカーで通用するこの芝でやっていく練習としてはとってもいいですよね。今結構叩きつける感じぐらいのイメージです。はい、叩きつけましたよね。バンカーってね、上げよう上げようと思ってアッパーが強かったりするとかえってこのソールの部分とかがガツってきちゃってスパーンって飛んでいったりとか、逆にもう高さが出なくって、はい、クロ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 みたいな感じで、いやーですね、どっちかですもんね。ちょっとダウンブローみたいなイメージで打ってあげるっていうのもありでしょうね。ちょっといいですか、振ってもいいですか。振って、あ、こういった人工芝の上でやるときっていうのは、うん、こんな感じで、もっと強い、いやー、音をね、インパクトの時の音っていうのを
強めてってあげるようなドンっていう、そうです、今の音ですね。そう、そういった練習っていうのがとても大事かなと思いますね。もう安ドンです。はい、左足7、うん、3でドン、そうです、安ドン、安ドン、はい、安の開きからの安ドンその定食まずそうだけど、まあまあまあ、安の開きから安丼で、はい、でバンカーを出すと、はい、ということで今回もありがとうございました、はい、素晴らしい、安丼バチグ、グチバ